53号ではリアゲートロックとテールライト用の LED を取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01のリアゲートロックにパーツ02のスプリングを差し込んでから、52号で組み立てたラゲッジルームホールパネルに差し込みます。続けて差し込んだスプリングを挟まないようにして、また取り付ける向きに注意してパーツ04の固定具で押さえ、パーツ07のネジ2本で固定します。取り付けたリアゲートロックを押し込んで、スイッチの接点が離れるようになるか確認します。次に後部パネル左にパーツ03のテールライト用の LED 基板を合わせ、パーツ06のネジ2本で固定します。これで53号の作業は終了です。アッシャー。